鴨川エコマラソンラジオカフェ、こんにちは、パーソナリティの牛田彩です。本日6月3日日曜日、京都鴨川の河川敷出雲寺橋下より豪華に生中継でお届けしております。皆さん、このワイワイした声が聞こえるでしょうか、ね、先ほど第1部お届けしまして、ただいまから第2部がスタートなんですけれども、本日鴨川エコマラソンで5キロそして10キロのコースを約500名の参加者の方がもう走り終わられまして、ただいま表彰式も終わりまして、今ね、じゃんけん大会が実は繰り広げられておりまして、とても皆さんワイ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 景品をね、たくさん持って帰っておられるんですけれども、皆さん、あの、実はですね、この三条ラジオカフェのホームページ、こちら三条ラジオカフェ、ラジオカフェと検索していただいて、そうしますとスマートフォンである、スマートフォンの方でもね、ライブでお聞きいただけますので、ぜひこの会場の臨場感を味わっていただけたらと思います。10キロではですね、なんと男子の方34分15秒というね、もうプロのランナー並みのタイムを出しておられまして、本当に皆さんすごいランナーさんたちがたくさん走っておられたんですけれども、あとね、すごくね、微笑ましい映像がありまして、ママさんランナーがね、走っておられてて、子供さんやお父さんがあのゴールのところでね、待っておられて、ハイタッチをしておられたりして、そうですね、いろんなところでいろんな笑顔が溢れてました。はい、本当に、ね、お天気もすごく過ごしやすいランイベントになっております。さあさあさあ、第1部ではですね、ゲストの方も、ね、いろいろお越しいただいたんですけれども、これから始まる第2部もたくさん今日このね、ランのイベントに参加していただいているボランティアの方、いろんな方にね、ゲスト出演していただきますので、皆さん最後までお楽しみください。それでは第2部、早速お一人目のゲストをお招きしたいと思います。日本ランナーズ京田辺橋本和人さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、橋本さんはですね、日本ランナーズ京田辺でランニングのコーチをしておられて、今日もあのウォーミングアップを担当していただいておりまして、またね、今回皆さんの参加された方々に参加証を配られているんですけども、こちらの地産地消の米粉パンも担当してくださっております。はい、まあ、こんな感じでね、橋本さんのご紹介させていただいたんですけれども、まずは何といっても橋本さんはあのプロのランナーの方なので、そしてコーチなので、はい、いろいろちょっと教えていただきたいところがありまして、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんね、あの5キロ10キロ終わられて、はい、体そのまんまで帰られてはちょっとダメですよね。うんうん、そうですね。本来なら、アイシングってね、はい、まあ、クールダウンということで、はい、まあ、あの運動した熱い筋肉をね、はい、ちょっと冷たい、まあ、氷なんかで冷やした方が、はい、まあ、次の日のね、疲労が取れやすいというようなことがありますよね。なるほど、はい、ね、あの走り終わってから の、 のストレッチだとか、うん、そういったケアっていうのはすごくランナーさんにとってね、大切だと思うんですけど、はい、私もあの最近ちょっと走り始めて、本当に超初心者なんですけど、はいね、でも今日もね、あの5キロ初めてこうやってね、参加された方とかもたくさんいらっしゃると思うので、はい、実際、まあ、走り終わっても満足で、さあ帰ろうじゃなくて、うんうん、やっぱりその後のそうです、ね、ケアっていうのはすごく大切なんですよね。そうですね、まあ、走り終わってからね、軽く、はい、ダウンジョッグといってね、はいはい、もう一回走るんですけどね、疲れてるところにもう一回走るんですか。疲れてるところに、まあ、歩いてでもいいんですけどね、もう一度一回休んでから、はい、ダウンジョッグというふうなことで、はい、乗ってもらうと、まあ、はい、あの疲れが取りやすいですね。どれぐらい歩いたら走ったりするんですか。そうですね、まあ、10分ぐらいで、5分か10分ぐらいでも構わないと思うんですけども、もう一度、走って、はい、で、まあ、体操なんかされたら、あの疲れが取れ方が違ってくるとは思うんですよね。じゃあ今日もゴールされた方はその家に帰るまでをちょっと歩いたり、うん、ちょっと小走りしたりぐらいの方が、そうですね、体には、はい、ね、これね、あの帰り道で聞いていただいてるランナーの方も多分いらっしゃるかと思うのでそうですね、ね、あの、聞いておられることは、はいはい、ちょっとね、やっぱりちょっと歩いてね、うん、ほぐしてからですよね、前から、なるほど、ほぐして、うん、まあ、次の日に備えた方がいいですよね。お風呂とかはどうなんですか。そうですね、あんまり熱い湯入るよりも、はい、まあ、ちょっとぬるめのね、ぬるめに入ってもらったら、まあ、ほぐれるんじゃないかなと思います、ね、長時間ね、はい、あ、長時間、はい、
もうサッと、はい、サッとじゃなくて、そうじゃなくて、熱くじゃなくて、まあ、あのぬるい良いお湯に、まあ、長時間入れてもらうと使えたりやすいんじゃないかなと思います。お風呂使いながら、ちょっとこの、ちゃんと足を揉んだりするとかいうのもいいんですか？いいですね。血行の促進をした方がいいですよね。なるほど。はい、乳酸がやっぱ溜まってますんでね。あ、その乳酸をいかに取るかによって、ね、だいぶ疲れの具合がね、次の日が違ってくると思います、ね。最近あの走った後は、体の節々が。節々が。筋肉痛だみたいな感じなんですけど。でもやっぱり走る前もね、今日もあの最初ストレッチをいろいろレクで、ウォーミングアップですね、うん、ですねやっていただきましたけど、やっぱりこ、はい、ういった形で走る前も体を動かして。そうですね。なかなかね、パッと動いてくれたらいいんですけどね、うん、やっぱり年を取れば取るほどね、はい、そういう準備ですよね、そうですね、本番、うん、本番のパフォーマンスを上げるために、うん、その準備をね、きちっと順序を踏んでやっていただく方がね、はい、いいパフォーマンスができると思いますよ。めんどくさいって感じで、突然走らなくなるでしょうね。ダメですね。必ず次の日にお釣りが来ますよね。いらないですね、それは。いただきたくないですね。そうですね、なので、ぜひね、今日あの参加されたランナーの方々も、そしてあのこれをね、聞いておられるランナーの方、これから走られる方も、あのぜひその、ランの後のストレッチなどを ね、すごく注意していただけたらと思います。はい、そしてあの、私にちょっと聞きたかったんですけど、ランニングの後の、なんか食べ物とか飲み物とかおすすめってあるんですか？ランニングの後ですか？後でも前でも、うん、このランニングとかそうですね、やっぱり、あの特に、もう夏場の、ね、レースになってくると、はい、本当に脂っこいですね、まあ、言ったら、はい、試合前も試合後もですけどね、はい、なるべくあの和食というかね、さっぱりの、まあ、おろしで消化のしやすい、ね、食事を心がけられたら、あのだいぶ違うんじゃないかなと思いますね。そうやっぱり絶対なんだかんだで脂っこいのがちょっとそうですか。あ、でもそこは控えた方がいいですね、うん、胃腸にね、やっぱり内臓に優しいですよね。走ってる時にも影響してくるんですね。そうですね、やっぱりね、内臓にも悲鳴上げるんでね、あ、やっぱり追い込むとね、なるほど、うん、だから内臓をいたわってやるというつもりでね、そういう食事を心がけたらどうですかね。皆さん、健康的な食事を心がけた上でランをする、うん、そうですね、トータルで健康になりますね。そうですね、体にですね、はい、飲み物は、はい、お水がいいんですか、お茶がいいんですか。飲料水もね、スポーツ飲料水でもいいんですけど、はい、まあ甘いんですよね。糖分がかなり入ってますので、はい、なかなか吸収しにくいんでね、はい、やっぱりちょっと薄めて飲むとかね、はい、うん、スポーツドリンクでも甘いんで、はい、ちょっと薄めて飲むとか、まあ、お水とかね、はい、お茶だ、はい、うん、そういうのでいいんじゃないですかね。トレーニング最中とかでもそういったものが補給して、そうですね、暑くなってくるんで、これからはね、熱中症なるんで、うん、どうしてもやっぱりその水分をね、こまめに取るということで。なんかね、今ぐらいの季節ってこう結構爽やかな気がするけど、うん、実はどんどんこの水分がなくなってて危なかったりする時期です。あの関西は特にね、やっぱこう、はい、湿気があるんでね。ああ、ね、うん。特に京都はね、そうなんですよ、本当に蒸し暑いでしょ。暑いです、本当に。こまめに早めに早めにね、うん、水分取ってもらうようにしたら事故が起きないんじゃないかなと思いますね。喉が渇いたと思う前に。りましょう、はいはい、そして今日の、ね、参加賞の米粉パンなんですけども、うん、先ほど私もいただいたんですけれども、はい、皆さん米粉パンご存知でしょうか。とっても、ね、もちもちしてて甘くてすっごく美味しかったんですけど、はい、2種類あってプレーン味 と、今日はたけのこおにぎりパンですね。ハチクをきんぴらにされたのがこう入っていて、はい、海苔がね巻かれてて、はい、おにぎりの形のパンだったんですけど、そうですね、すっごい美味しかったです。 ありがとうございますこれは何なんですか。どういった形でその橋本さん今日持ってきていただいたんですか。はい、山城地域の方ですね、はい、私も京田辺にいるんですけども、はい、まあ、私も趣味で、はい、お米を作ってましてね、はい、はい、去年のこの大会はおにぎりを出したんですけど、はい、今年はまあそのお米をちょっと形を変えてね、はい、皆さんに食べていただきたいということで、だから海苔巻いてあったんですか。そうですおにぎりっぽい感じで。そうです。このね、米粉パンはこのプル木津川市ですね。そうですね。木津川市にあるお店プルチーノ、プルチーノさん、プルチーノさんの安井健太郎さんが作られた米粉パン。はい。ね、はい、僕も何軒かこうね、はい、その米粉パン作ってくださる方探してたんですけど、はい、
すごく美味しかったんでね。うん、ね、あの今米粉パンで結構あの注目されてますよね。小麦アレルギーの方とか。ああ、そうですね。もともとなんかですね、うん、その安井さんに聞くとね、うん、子供さんがちょっとやっぱりアレルギー、小麦アレルギーということで、で、あの何かあの食べられるものがないかということで作られたそうですね。なるほどね。本当にね、あのこれもね、地産地消にこだわっておられてて、はい、その地元さんのね、本当に米粉を使っておられるということで、はい、なんかここら辺もとてもエコで環境になんかね、こうつながってきますよね。健康にもいいですし、はい、参加者の方も皆さんとてもね、喜んで食べておられます。ありがとうございます。ね、また皆さんのプルチーノの米粉パン、はい、ぜひね、食べてみてください。はい、なんかもうあっという間にお時間が来てしまったんですけれども、はい、はい、今日もね、あのいろいろ橋本さんボランティアとしてもサポートいろいろしてくださいました、はい、またね、私も実はいろいろ走り方についてちょっと橋本さんになったりするのでまたよろしくお願いします。こちらもよろしくお願いします。はい、それでは日本ランナーズ京都鍋の橋本和人さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。それではここで1曲お届けしたいと思います。ランナーの皆さん、そして人生を走る皆さんに聴いていただきたい曲です。世界5大陸4万キロランニングピースランアドベンチャーランナーの高重克彦さんのサポートソング、私土田彩が歌っています。マイゴール、聴いてください。これでよかった。あ、もうバッチリです。バッチリです。あ、バッチリです。あ、すみません、ちょっと2人だけになって。あ、了解です。はい、どうぞ。楽しいです。いつもの通り。いつもの通り。いつもの通り。あの、全然気楽にどうぞ。なんか1回目よりやっぱり上手になってて、終わって曲名をお渡ししますので、シーフォーありますね。ご紹介、あの京都女子大学の学生の皆さんです。こんにちは。こんにちは。聞いていただけさせていただきます。紹介お願いします。ってことで、順番にご紹介お願いします。学年と、ちょっと前に行きます。学年とお名前をそれぞれ言っていただいて、はい、で、ここですね、時間としてはどこするのか、1時大体30分ぐらいからかな、くらいから多分始まると思うんですけど、時間はマックスで35分までなので、まあ、大体34分半ぐらいに、今までありがとうございましたって流れになると思って、はい、で、聞かさせていただくことは、今その自己紹介いただいて、今日ボランティアに参加してどうでしたかっていう感じで、今日どんな活動されていらっしゃったんですかっていう話と、で、まあ、このランイベントに、参加される経緯、先ほどのゆるりんさんに話していただきましたけど、初めてなんですよね。初めてじゃないの。あ、前回になって2回目ということで、じゃあ、そのまあ、ランを走っておられないですけど、ちょっとこのランの、ね、関わりみたいなのが。ランの進んだ。じゃあ、それ触れないでください。触れないでください。触れないでください。じゃあ、お願いします。ラビー。エコについて、なんか考えるときみたいなのありますかとかだったら、ここで一応回答用意してきて、エコについて考えると、ね、考えるときとか、考えるときはありますか、ね、普段はエコを意識することは、どんなことですか、うん、そこで授業の話もしていただいているので、なんかね、
じゃあ次は、ね、話せたらあ、そうです、なんか草むらに行ったら送りした曲は内田彩でマイゴールでした。さあここで皆さん可愛らしいゲストさんたちが遊びに来てくださいましたよ。もう聞き逃さないでくださいね。今日はボランティアで活躍してくださっております京都女子大学の学生の皆さんです。こんにちは。こんにちは。可愛いですね早速お一人ずつ自己紹介をよろしくお願いします。2回生の寺西舞香と2回生の木友美です。なんかもう二人でこうなんかデビューできそうですねそんな可愛さが伝わってくるお二人なんですけれども、はい、今日はですねこのね鴨川マラソンのボランティアとして参加されてらっしゃったということなんですけども、2回目なんですか。はい、前回もね、私たちは参加されてらっしゃった。そうですね、はいはい、どうでした今日はボランティア参加されて感想は。そうですね、はい、私は、はい、受付と、はい、はい、徳島のお米を使った、はい、餅つきね、餅つきされたりしましたね、はい、の係をしたんですけども、はい、ボランティアの数が足りなくてとても大変だったんですよ、うん、そうなんですね。なので次回はもっといっぱい来てほしいですね、はい、本当ですね。もうどんどん PR しますと思うんですね次はね11月のね11日なので、はい、ぜひねあの学生さんもねあのたくさん今日もねもうたくさん結構いらっしゃいますよね。そうですね、もっと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 、ね、これでも声かけしていきましょう。はい、はい、じゃあ、今日モックさんは何をされてますか。私は樋口山さんのサポートをさせていただいてて。もう持ち続けですね。はい、ずっと持ち係でした、はいはい、でもすっごい大人気でしたよね。そうですね、大崎もすごい熱出してたんでびっくりしました。ね、そうそう、で、あのね、まあ、今日はそのエコマラソンということなんですけども、普段お二人がエコを意識されることっていうのはどんな時ですか。そうですね、この間授業でドイツ人の先生からドイツの環境への取り組みについて伺ったんですね、はい、それでとても興味を持って個人的にその取り組みについて調べてみたんですよ、はい、これはドイツのハンブルク市というところでのお話なんですけども、はい、この市はなんと2020年までに二酸化炭素を 40% も削減するという目標を立てたんですね。おすごい、さすが環境先進国ドイツですね。でその取り組みの一例として、はいはい、ハンブルク市には30分無料の自転車があって、うん、街中に駐輪場があります。あ、じゃあ乗り捨てというかこういろんなところに置いて行けるんですね。そうなんですよ。朝の通勤時に車通勤ではなくて、はい、電車通勤をしてからのこの自転車で会社まで行くという方が増えてます。それで使用者が2年で10万人。すごいですね。この30分無料分を市が負担しているわけなんですけども、はい、自転車は明らかに車よりも不便なのに、うん、協力的なハンブルク市民の皆さんが素晴らしいなってとても感動しましたね。なるほど、すごい、あのもうたくさん、ね、勉強されてらっしゃるんですね、きちんとこのドイツのね、そして、まあ、環境のつながりということで本当にね、あのドイツは環境先進国で皆さんもいろいろご存知のところがあると思うんですけども、そんなところがあるんですね。私も今初めて知りました、はいはいね、やっぱりさすが学生さんというところで、ね、ぜひ皆さんあのそうやってね海外の環境の、ね、面にも目を向けることによってその日本の、ね、環境についても考えるきっかけになるかと思います。今日はねあの鴨川でマラソンということで、前回ね活動された時もゴミが本当に少なかったというふうにお聞きしたんですけども、はい、ね、本当に出席されてるねランナーの方々がちゃんとそういったところもね意識してゴミ拾いをやって帰っておられるんでしょうね。そうですね本当にだってボランティアの、ね、方々最後こう見たらゴミが少ないんですよね、はい、見えなかったんですよね。さすがあのエコマラソンですね、はい、今日もねあのゴミ一つない状態にしてね片付けて帰りましょうね、はい、じゃあ次はあの11月11日も、ね、ぜひあのボランティアで参加してください、はいね、とても
もっともっと、ね、学生さん呼びましょうね。呼びましょう。声かけしといてくださいね。はい。それではあっという間の時間だったんですけれども、とても可愛らしいゲストお二人に遊びに来ていただきました。またね、エコマラソン、このがエコマラソンでお会いしたいと思います。京都女子大学の学生のお二人、ゲラーニスマイカさんとモクトモミさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、引き続きまして、本日最後のゲストをお呼びしたいと思います。今回ボランティアとして参加されまして、自然農法の農業を行っている傍ら、昨年の東日本大震災より被災地支援活動を行っていらっしゃいます、徳島県からお越しの樋口山剛さんです、はい、よろしくお願いします。今日はですね、樋口山さんにラジオブースの横でずっとこの餅つき大会を繰り広げていただいていたんですけれども、どうでした？もうめちゃくちゃ盛り上がってましたね、楽しかったです、初めて餅をつく方も、ね、おられて、ね、小さいお子様から、もう大きな大人、大きな大人で、大人の方々までね、笑顔でね、太鼓持ってこられたんですか？あ、そうですね、太鼓の音に合わせて、リズムよく皆さん持ちついておられますね、ワン、ツー、スリー、ワン、ワン、ツー、スリーってね。3人で叩くっていうやり方を僕は好きでやってて、はい、で僕も入れて4人で叩くんですけど、はい、何かね、こう、リズムがないと、テンポが狂って、僕が叩かれたら嫌だなと、結構大惨事になりますよね、ちょっと怖い場面もあったんで、そうですね、はい、でも皆さんリズムよくね、本当にやっておられてて、黒米と玄米、もち米の玄米に赤米を混ぜたやつと、はい、もち米の玄米に黒米を混ぜたやつと2種類ついたんですけど、はい、どうでした？今日の皆さんの付き具合は良かったですか？もうちょっと腰を入れて、100層になったらね、はい、腰が入ってくると思う。もうプロですもんね、藤原さんはね。今皆さん、ランアートだということで、それを多めに、はい、見ていただけたらと思います。さあさあ、樋口山さんはですね、今日は徳島県からいらしたということなんですけれども、はい、現在、被災地支援活動として、はい、徳島軽トラプロジェクト立ち上げられまして、はいはい、ここら辺のお話をちょっとね、伺いたいんですけれども、軽トラプロジェクトっていうのはどういったプロジェクトですか？僕が、被災地に入った時に3月、はい、に後半に2回入ったんですけど、はい、でその後帰ってくる時に、はい、まあ、本当はもっとサポートしたかったけど、はい、でも僕も仕事をしないとっていうことがあったの で僕の代わりに何かこう今現場で必要なものでできることって思った時に、はい、あ、軽トラがあったら僕の何倍も働いてくれると思って、はい、でそういう情報を流して、はい、軽トラくれっていうことを流したら、はい、2台やってきて、で、はい、それを、まあ、すごい可愛くペインティングしてくれて、うん、でそれを石巻に届けたんですけどね。今日もね、実はこの横に軽トラが止まってるんですけども、はい、これはもちろん徳島からやってきた軽トラなんですよね。はい、これも石巻に行って、でその後4月に持って行ったんですけど、はい、8月にその徳島の方ですごい大雨が降って、はい、金山町っていうところに、はい、石巻の後にすぐに金山町の被災地に行って、はい、でその後9月には那智勝浦町っていう、はい、そこも豪雨の被害があったところがあって、そこで活動して、で1台は肉の 2WD の1台はその後12月の終わりに帰ってきたんですけど、はい、4区の軽トラはその後まだ引き続き那智勝浦にいて、でその後筑波の竜巻のサポートしに行って、はい、でまた今は石巻の方に行ってる。はい、はい、本当にじゃあ被災地の方々のいろんな形で、そうですね、頑張ってくれてますね、されてらっしゃるんですね。私もね、その軽トラの写真先ほど拝見させていただいたんですけど、はい、とっても可愛らしい、そうですよね、軽トラですね、これはどなたかが描かれたんですか？これは提供してくださった方の娘さんが絵を描くので、はい、絵本を描いたりするので、はい、その方にお願いしたら、はい、その方の
あのお子さんと一緒に、はい、あの綺麗な本当に笑顔になるように、ね、ペインティングしてくれて、とてもカラフルで可愛らしくて、あのなんかキャラクターの名前ってあるんですか、ね、ハンドルコアロさんっていう、ハンドルコアロさん、はい、そういう絵本も出てるので、あ、そうなんですか、はい、とてもなんか心がね温かくなるような、うん、あんなケトラがね最後にご来た皆さんね、自然と笑顔になりますよね、うんうん、この今日乗ってきた軽トラも、はい、あのずっと石巻からずっと回ってきた軽トラのうちの1台なんですけど、はい、これは帰った時にはね、僕のところに戻ってきた時には、はい、アンパンマンの、ね、風船が後ろについてたんですけど、ね、これは知らない間に取れちゃって、あ、はい、あ、今もね軽トラのところに皆さんお餅食べてますね、うん、大活躍ですね、ね、こういったまあエコのねマラソンのイベントというところで、横でねお餅大会もして、うん、またね玄米とか、ね、うん、そういった部分の結構環境の部分を考えながら、うん、食の部分をね考えながら、ランとしてもつながっていくというのは本当にすごく素敵だったと思います、はい、この、 あの玄米餅つきはこの被災地でもいろんな箇所で行っておられて、特に、ね、お年寄りの方からもとても喜んでいただけたということで、普段出てこない方がこう出てきてくれるのがすごい嬉しいですね。昨日はあの実は被災地支援活動のセミナーも、ね、京都市の方で行われまして、はい、私も参加させていただいたんですけども、本当にあのすごく心にずしりきましたね。皆さん震災からね、日にちはね、まあ、経ちましたけど、まだまだいろんなね、目に見えてない部分だとか、本当に忘れてはいけない部分がたくさんありますので、ね、これからどんどん皆さんで支援していかなければならないですね。まあ、自分でできる形でいいんですけど ね、考えるだけとか、祈ってあげるとかね。それも一つのね、支援ですよね。はい、本当にあの、すごく、ね、心温まる。お話でしたし、そしてあの餅つき大会でした。ね、はい、またね、あのぜひこの LINE イベントでも、はい、あの内山さん、徳島からちょっと遠いかもしれないですけど、ね、ぜひやってきてください。まだ機会があったらね、はい、やりたいです。はい、今日はどうもありがとうございました。徳島県からお越しの内山清明さんでした。はい、もう今日は本当にたくさんのゲストの方に。